デニス・スコット・サファテは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、ニューヨーク市クイーンズ区出身の元プロ野球選手。宇藤右打ち。日本プロ野球における43イニング連続、脱三振記録、シーズン最多セーブ記録保持者。2014年には、史上初となるセ、セリーグパリーグ両方での30セーブを達成した。 1999年の MLB ドラフト15巡目で、テキサスレンジャーズから指名されたが契約せず、アリゾナ州立大学へ進学した。チャンドラー・ギルバートコミュニティカレッジ在学時の2001年、MLB ドラフトで、ミルウォーキー・ブルワーズから9巡目指名を受け、6月18日に契約を結んだ。2006年9月3日のフロリダ・マーリンズ戦で、メジャーデビュー。 背番号は45。2007年9月11日には、金銭トレードで、ヒューストンアストロズに移籍し、背番号は59となる。同月26日のシンシュナティレッズ戦で、メジャーでの自己最速の99マイルパーアワーを、記録し、メジャー初勝利も挙げた。フリオールズ時代2007年12月12日に、ミゲルテハダの交換要員の一人として、 マット・アルバース、マイク・コスタンゾ、トロイ・パットン、ルーク・スコットと共にボルチモア・アオリオールズへ移籍した。2008年、背番号を、ブルワーズ時代の45に戻す。4月に、自宅で妻が閉めようとしたドアの角に右肩をぶつけた、際に鎖骨を骨折するも、それを隠しながら、登板を続け、手術を受けた9月までに4先発を含む57試合に、登板した。 2009年は5月に発症した右手の血行障害の影響もあり、メジャーでの登板は20試合、マイナーでの登板も14試合に止まった。2010年はメジャーでの登板はなかったが、トリプル A 級ノーフオークタイズで47試合に投げ2勝2敗、20セーブ、防御率2.73という成績を残した。オフの11月6日に FA となった。 2010年オフに広島東洋カープと契約。背番号は58となった。2011年は抑えとして起用された。オールスター明けまでにリーグトップの22セーブを記録する活躍を見せ、7月30日の中日ドラゴンズ戦では外国人投手球団最多記録更新となる25セーブ目を挙げた。しかし、 9月9日の中日戦で腹部に痛みを感じ、1回、1失点でマウンドを降りて、敗戦投手となり、その後、素形ヘルニアと診断、そして登録抹消され、そのままシーズンを終えた。最終的には57試合に登板し1勝3敗35セーブ、防御率1.34、ホイップ0.92という好成績を挙げた。2012年は、 序盤は、抑えとして起用されたが、その後この年に入団したキャムミコライオと、入れ替わりで、セットアッパーへ、配置転換となった。オフに保留選手名簿から外れ、自由契約公示された。2012年12月14日に埼玉西武ライオンズと契約を結んだ。背番号は26。2013年には、シーズン序盤こそ、セットアッパーを任されていたが、 シーズン中盤には不審の多い下津屋に代わってクローザーに回った。シーズン終盤には先発要員だった枠井秀明がクローザーに転向したことからセットアッパーに復帰。シーズン通算では来日後最多の9勝を記録した。しかしシーズン終了後に残留の意思を示さなかったことなどから12月2日に自由契約を講示された。 2013年12月17日に福岡ソフトバンクホークスと契約を結んだ。背番号は広島時代と同じ58。2014年5月20日の広島戦で NPB 史上3人目の全12球団からのセーブを達成した。8月12日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦では NPB 史上初の両リーグ30セーブを達成。 64試合に登板し37セーブ、脱三振率12.64を記録し、リーグ優勝に貢献した。日本シリーズでは4試合に登板し1勝2セーブで優秀選手賞を受賞し、日本一にも貢献した。2015年も開幕からセーブを上げ続け、8月9日にパリーグ新記録となる29イニング連続三振を記録した。最終的には、 前年に、平野和が樹立した40セーブのパリーグの記録を更新する41セーブを挙げて、自身初の最多セーブとなった。2016年は、同点の場面で投板すると打たれるというパターンが目立ち、同点時の投板だけで、自己ワーストの7敗を喫した。 それでも、キンサリードの場面での安定感は抜群で、自らが作ったパリーグ記録を2つ更新する43セーブを挙げて2年連続の最多セーブを獲得した。2017年4月2日の千葉ロッテマリーンズ戦で、NPB 通算178個目のセーブを挙げ、マーク・クルーンの通算177セーブを抜き、外国人投手の最多セーブ記録を更新。 7月5日のオリックスバファローズ戦で外国人投手史上初の通算200セーブを達成。9月2日の楽天戦で日本プロ野球大記録のシーズン46セーブ。9月5日の対オリックスバファローズ戦で日本プロ野球新記録のシーズン47セーブを記録し5ノボルカンのアジア記録に並んだ。9月10日のロッテ戦で50セーブ。 最終的には54セーブまで伸ばし、セーブ失敗もわずかに1回のみであった。日本シリーズでは第2.3戦でセーブを上げ、第6戦では9回から3イニングを投げ、11回裏のさよならを呼び込み、日本一に貢献。リリーフ登板のみとしては1982年の東を治む以来35年ぶり。 外国籍投手としては1964年のジョー・スタンカイ以来53年ぶりとなる日本シリーズ MVP を受賞した。また、外国出身の選手として初となる勝力松太郎賞に選出された。さらに、レギュラーシーズンの最優秀選手賞も獲得。外国籍選手としては、ウラディミール・バレンティン以来4年ぶり17人目。 パシフィックリーグの外国籍選手としては、アレックス・カブレラ以来15年ぶり8人目、外国籍投手としては、各大元以来26年ぶり4人目、救援投手としては、浅尾拓也以来6年ぶり5人目、ホークスの外国籍選手としては、スタンカ以来53年ぶり2人目の受賞となった。また、シーズンと日本シリーズの MVP w 受賞は、 松井秀喜以来17年ぶり15人目、ホークスでは、杉浦正し、スタンカに次ぐ3人目の栄誉となった。シーズンシリーズ MVP と、勝利力賞の3つを同年に受賞したのは、石井武博、松井に次いで、史上3人目。最優秀選手の発表は、NPB アワーズで行われたことから、式の出席のためだけに来日した。登録抹消後2018年。 開幕直後に股関節の張りを訴え4月18日に出場選手登録を抹消され検査のためにアメリカに帰国。同月中にコロラド州の病院で右股関節教師下の積雪唇修復術を受けた。同年中に戦列に復帰することはできず6試合1勝5セーブで終わった。2019年は オープン戦で離脱以来の実戦登板に臨むも、直球が時速 140km 台に落ち込むなど、リハビリ明けということもあり物足りない結果に終わった、ために開幕一軍入りとはならなかった。実戦登板の目処が立たず、6月3日に股関節手術の経過観察のために帰国した。これにより、この年の一軍登板はなかった。2020年、 前年の股関節の故障が悪化し8月6日に治療のため米国に帰国した。10月19日、14日に右股関節変形性股関節症の人工股関節置換術を受けたことが発表された。上記の怪我のために2年連続で登板はなくシーズンを終えた。2021年3年契約の最終年となったが、 前年の股関節手術のリハビリのため、当番は愚か、米国に滞在したまま来日もしなかった。2021年11月30日、現役引退が発表された。サファテの投球フォーム調進と、真上から振り下ろすオーバースローから、投球割合の8割近くを占める平均球速94マイルパーアワー、最速100マイルパーアワーの速球が、最大の武器で、 縦に落ちるスライダーやカーブ、チェンジアップも投げ分ける。MLB 時代は請求に難があり、脱三振が多い一方で支給が失点に絡むパターンが多く、2008年は被打率、218と良好な水準であったのに対し、防御率は水準以下となった。広島移籍後は、制球が向上し、2011年にはよし給率2.37を記録、また、 同年途中からは、フォークボールも覚えた。アストロズ時代の2007年に、ジーザスの存在に興味を持ったことから、囲碁経験なクリスチャンとなる。本人曰く、以来、俺の人生が劇的に変わったと言ってもいいとのことで、スポーツ紙のインタビューにも、ただひたすら、ジーザスクライストのために投げている、日本人にも、ジーザスの言葉を伝えていきたいと語っている。 福岡ソフトバンクホークスに在籍していたジェイソン・スタンリッジと共に神の言葉を伝える活動を行っている。自身の公式ツイッターの自己紹介でもキリスト信仰者、日本の野球選手とクリスチャンであることを強調している。人工妊娠中絶に反対しており中絶への批判を繰り返し言っている。人工妊娠中絶へ反対する。 政治団体、レッドステートリフォームを呼び、アクションフォーライフへの支持を表明している。アクションフォーライフの団体においては2020年から代表を務め、集会で演説を行った。トナルド・トランプを批判した人物への攻撃2019年7月9日に、女子サッカー、米国代表としてフ、FIFA フワールドカップを優勝したミーガン・ラピノーが、米国大統領であった。 ドナルド・トランプを批判したことに対し、サファテは、そんなに、アメリカが嫌いなら、出てけ。誰も止めやしないとツイッター上で攻撃した。読売ジャイアンツの投手であるスコット・マシソンも、英語で、賛成だね。よそに言って、どうなってるか見てみればと賛同を述べた。なお、ラピノーは、自身がレズビアンであると公表しており、 トランプが性的少数者の権利に否定的であることをラピノーはたびたび批判してあなたのメッセージは多くの人を排除しているなどと述べていたこのサファテの発言には批判や議論が広がりサファテは3日後に釈明として意図せず私のツイートが差別的だと感じられたのであれば謝罪します本当に米国も国家も国旗も嫌いなのであれば 米国以外にもプレーする場所はたくさんあるし、誰もそれを気にししないよと伝えたかった。表現が攻撃的で不快に感じられたのであれば、申し訳ありません。などと、日本語で述べた2022年1月現在、当該ツイートの削除は行われていない。ジョー・バイデンへの批判一方で、サファテは、公認の米国大統領であるジョー・バイデンに対して、頻繁に否定的な発言を行っている。 2021年8月17日、バイデンがアフガニスタンでのタリバンとの紛争から米軍を撤退させたことに対し、サファテは、バイデン入居者は、臆病なバカだ。辞任する時だ。と批判した。なお、撤退は、前任大統領のトランプが、すでに決定した通りであった。さらに、同月19日には、バイデンが、 COVID-19 の感染拡大対策として、マスクの着用を義務付けようとしていることに対し、サファテは反発して、この愚か者はいまだに、マスクが、役に立つと考えている。マスクは役に立たない。だからこの風にはマスクをしないし、するべきではない。と述べた。MLB、NPB、ありがとうございます。